岩国藩。岩国藩は、相国大島郡の一部、鳴門村、神代村及び、久我郡南部を領地とした藩。藩長は、岩国陣や、現在の山口県岩国市。江戸時代を通じて、長州藩毛利氏一門の吉川氏が領主だったため、吉川藩という通称もある。長州藩の師藩とみなされるが、長州藩では幕府に、 岩国領を師範とすると土家を出しておらず、吉川家は、もう年市の家臣であり、徳川家の陪身であるによって諸公に秘ず、大名で、はいと主張していた。その一方で幕府からは三万国の、戸様大名格として扱われるという、極めて変則的な存在が、江戸時代を通じて続いた。正式に岩国藩が認められたのは、大政奉還後の慶応を年。 1868年3月、新政府によってのことである。岩国藩とその前身である、岩国領について合わせてもここで述べる。毛利元成の次男、吉川元春を外し、元春の長男吉川元町と続いて、元町没後に、元春の次男、吉川広家が、初代領主となる。国高は当初表高三万国だったが、寛永十一年。 1634年、元椎家からの独立を拡作して内高である六万国を交渉し、幕府からもこれを認められた。慶長五年、1600年、関ヶ原の戦いで広家は、東軍方に内通し、毛利勢の動きを封じ、関ヶ原の戦いに参加させなかった。当初、黒田長政を通じて、徳川家康より、諸領安藤の密約を取り付けていたが、 戦後家康は大阪における毛利輝元の行為を理由として、もう年家を取り潰し、吉川家を取り立てようとした。これに対して広家は事態収集のために奔走し、結果として毛利氏は開益は免れたものの、秋国他山陽三院八カ国の大大名から長渡国、諏王国二カ国の国持ち大名クラスへと大幅に減俸された。広家は、 豊臣時代には、出雲国府殿で十四万国を領していたが、毛利宗家が百十二万国から二十九万八千国、あまり、慶長十五年、千六百十年に建地後、幕閣の領海を得て三十六万九千国に、公式氏に減報されたのに伴い、毛利輝元より、東の守りとして、岩国に三万国、長州藩の内高に含まれるを与えられた。広は、同年、 1600年、岩国へ着任した。その後も折宗家の歴代当主は、吉川家当主を売身として扱い、将軍に直接目通りすることを許さなかった。しかし、江戸幕府からは、戸様大名閣として扱われ、参勤交代の義務を負い、当初は、居城の築城許可まで与えられていた。ただし、指皇席は定められておらず、十五位下の上位もなかったため、 守る名乗りもできないという、極めて変則的な状態が、江戸時代を通じて続くこととなった。これについては、もともと照本の養子師でありながら、照本の着手誕生によって、豊臣政権から分治を認められて、大名としての資格を得てを、宗家継承権も有していた、秀元の長布藩や、照本の実子である、元死衆隆の徳山藩の両藩と照本の、 いとこである広家との血縁の真相を考えた場合、照元の控訴とする調布、徳山と諸家の一つでしか岩国の間に、諸遇の違いが発生する余地はあり、岩国藩吉川家が礼遇されたというより調布藩、毛利家の価格が上昇したと見た方が適切という説がある。諸大当主、広家によって、当家の基礎は固められた。しかし、寛永2年、 1625年に、広家が没すると、この第二代当主、吉川弘政が申請を行い、官営11年、1634年には、本家の長州藩主、毛利秀成不仲になった長府藩主、秀元と共に、本家から独立しようとしたが、失敗に終わった。弘政は、精神業を起こし、官営17年、1640年には神を、千倍化している。 第三代当主、吉川博之の時、文化事業に尽力し、遠方元年、1673年に有名な近代京が完成している。第四代当主、吉川博之も繁栄による、干宅事業の拡張を行い、岩国領は前世紀を迎えた。だが、これが財政難で苦しむ本家長州藩の妬みを買い、本家と対立するようになっていった。 第五代当主、吉川博士王子と、第六代当主、吉川常恵の時代には、価格問題が絡まって、本家と対立し、さらに、岩国内部でも家臣団の対立が起こっている。第七代当主、吉川慶林の時代になる図書校に列するための、運動や協作により、財政が悪化、製紙業の生産校も半減し、契約が励行されるようになった。完成年間、 1789,801年より財政再建に着手し、天保年間1830、18 4年には一通りの成功を見た。第八代当主、吉川常忠も財政での改革に失敗、次の第十代当主、吉川凶霊も干拓事業などを行って財政改革に成功を収めた。幕末にあっては、 三種と呼ばれる東表か、クリステン山、南部五地区の尊能活動はあったが、藩自体は、砂漠的態度を示していた。源氏元年、1864年から慶応元年、1865年にかけての二度にわたる朝政党に際しては、第十二代当主、吉川常元が、長州藩と幕府の間に立って、終戦を行い、幕府方の派兵の延期を取り付けたものの、 高杉新作などのようにこれを宗家である、長州藩への配信行為とみなし、長州藩士もおり、この戦争で功績のあった新末藩に、岩国領を仮増すればよいとまで言われた。しかし四堺戦争においては、下州口で幕府軍と交戦し、これを撃破することに貢献した。興味期は、慶応三年、1867年3月20日に、 死去するが、毛利高地下の命令でその死が隠された。大政奉還後の慶応四年、1868年3月13日、新政府によって、岩国藩は独立した藩として正式に認められた。京美紀は生存している者として、上司格権正式な藩主として認められ、岩国藩初代藩主となった。京美紀は明治元年12月28日、 1869年2月9日に、長男の当県に家督を譲って隠居した形となった。明治4年、1871年7月14日、廃藩地県により、岩国県となり、同年11月15日に、山口県に編入された。吉川家は、明治2年に家族に列し、明治17年、1884年の家族令で、死者区に除せられた。 3万国、6万国、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。